世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし、災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。トラ、不特定多数の生命の危機、鬼、町全体の機能が停止もしくは壊滅の危機、竜、いくつもの町が壊滅する危機、神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。これはヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。待ってください。現場で怪人を発見しました。相手はたった一人、俺たちが協力する。行くぞスマイルマン。
び討ちと間違え。準備完了。人間が生み出した害悪文明は残らずまっすぐに進める。イガちゃん生きて、イガちゃん生きて、俺の使徒である私に向かうつもりか。ついてこれるか。枝やしにしてやる。天下、うん、行け。ほら死ね。何者だお前。うん、イガちゃん、うん、何者だお前は。趣味でヒーローをやっているものだ。なんだその適当な設定は。私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれたワクチンマンだ。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の意志によって生み出されたのだ。それも知らないで死にだと。そんな理由で人と人と出るよ。やばいよ。また、ワンパンで終わっちまった。